どうも、経由ポニーで監督をしている野崎翔司です。僕はこれまで小中高大学生延べ2000人ほどに指導してきました。また現在は経由ポニーという野球チームで監督をしていて、そこで感じた教育やコーチングで大事だなと思うことについてこのラジオでは発信をしていきたいと思っています。さて、今日のテーマは父親の役割ということで話をしていきたいと思います。昨日のラジオの続きなんですけれども、真っ当な日本人の育て方という本ですね。これを今読んでいるんですけれども、その中での、一つですね、昨日は、お母さんの役割ということで、話させてもらったんですけども、今日は、お父さんの役割ですよね。で、お父さんとお母さんというのはやっぱり役割が違うということがこの本には書いてあってですね、今から話をすることは、僕自身の、経験ではないですが、いろいろ、いろんな、親御さんであったりとか、あるいはお子さんと、接してきた中で、確かにこういうことはあるだろうなとかいうふうな、思いもあって、これを、一つの参考例として、聞いていただけたらなと、若造が何言ってんだと、偉そうなこと言うなと言われるかもしれないですけど、一応本の中身なので、それとあのチームとかですね、野球とか、あるいは、いろんなところで感じたことも踏まえながら、話をしていけたらなというふうに思っています。さて、先ほども述べたように、家の中でのお父さんとお母さんの役割は違うということなんですけれども、お父さんの役割っていうのはやっぱりお母さんにはできないことですよね。例えば、若干、危険な遊びを教えたりとかですね、これは、女の人からすると、ちょっと危ないなと思いながら嫌がられるかもしれないですけど、やっぱり男の役割としてはそういった遊びを覚えさせたりとか、あるいはちょっと危険なことを、やってみて、でもそこには、子供の体を、最終的に守ってあげる、そんな懐の大きさが、男の人の役割なのかなというふうに思っていて、そういった内容もこの本の中には書いてあります。で、やっぱり自分がこうやって、男として、やっぱり遊びをたくさん知っている、大人の男の人ってやっぱ面白いんですよね。で、そういう人って楽しいじゃないですか、一緒にいても。それは、今でもそうですし、こう31歳ですねってなっても、いろんな遊びを知っている、男の人っていうのは、すごい魅力的に感じますし、例えば、キャンプにしてもそうですし、釣りにしてもそうですし、いろんな、ことですね、ロッククライミングとかでもいいんですけども、危なさの中にも、安全さを、保つような、ことっていうのをしている人っていうのは僕から見てもかっこいいなって思いますし、例えばキャンプとかでもね、火を起こして、暖を取るとか、そういうのだけでもすごい見ていてかっこいいし、あとはよくバーベキューとかしても焼きそばうまく作る人ってかっこいい買ったりするんですよね。そういった鉄板奉行じゃないですけど、そういった人も見るとかっこいいなとか思ったりとかして、昔大阪の堺ビッグボーイズとかで指導している時にも、農会っていうのがあって、そこではいろんな、焼きそばを焼いたりとか、あるいはフランクフルトとかですかね、あとはそういったものをジャ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 ってやってくれているお父さんを見て、あ、かっこいいなとか思ったりとかして、そういったところが、父親の役割なのかなというふうに、思ったりもします。で、このですね、本に書いてあるのは、一つの年齢の基準として12歳まではもう目いっぱい子供と遊んでほしいと。そういった経験が子どもの発達にもとても影響してくるので、12歳まではお父さんは自分のことをなるべく自分の遊びを封印して、子どもとたくさん遊んであげる、その遊びがですね、子どもとの遊びがお父さんの遊びともつながれば最高だと思うんですけども、そういった心持ちでいてくださいという話が書いてあってですね、確かにそういうこともしていかないといけないのかなというふうに感じますし、でもここでちょっと大事なポイントがあって、遊びは友達になることではないということなんですよね。遊びの中で
家の中での多分ルールであったりとか、お父さんなりの、まあ、あるいは、夫婦間でのルールがあると思うんですけど、そのしつけをちゃんと遊びの中で教えていくのが大事で、友達の、ね、中では、まあ、あんまりルールとかっていうのは明確なものとか、あるいはしつけっていうのは取れないと思うんですけども、やっぱり大人が子供と遊ぶっていうことはイコールしつけの上で遊ぶっていうことが成り立っているということを忘れてはいけない。そうじゃないと友達関係になってしまってですね、最終的には歯止めが効かないことになっちゃうんですよね。例えば、僕もいろいろ指導してきたんですけれども、友達関係になってしまうとどうしても最後の最後で歯止めが効かなかったり、話を聞かなきゃいけない時に聞けなかったりとかするような関係になりますね。僕は最初小学校の教師になった時に、あるベテランの先生から言われて、先生はね、先生じゃないんだよ、友達なんだよって言われたことがあって、結構それはぐさっときましたね。その人は女の先生だったんですけど、超ベテランの先生で、小学校1年生の手伝いに入ってたんですよね。その時に、まあ最後にさよならっていうかお別れする時にですね、そういう風に言われて、あ、ベテランの先生やっぱかっこいいなっていうか、あ、そういうとこダメだよなって、そういうとこはまあ若者が通っていく道なのかなとか思ったりもしたんですけど、やっぱり、友達関係にはなってはいけないということですね。そこら辺の線引きはしっかりしておくことで、あとは12歳を超えたらどうするかっていうと、12歳までは目いっぱい遊ぶんだけれども、そこから先はですね、昨日も申し上げたように、中学生ぐらいからやっぱり親とか先生の話、大人の話ではなくて、やっぱもう子供、お友達中心の話になってくると思うんですよね。そうすると父親の役割はだんだん友達関係、遊び関係から、人生論を語る方に、シフト変更していかないといけないということですね。これはどういうことかっていうと、例えば、自分自身が子供の時に憧れた人、その人に憧れたから俺は、中学校の時にこんなことを頑張ってきたとか、あるいは今やっている仕事ですよね、こんな理念があってこんな思いがあって今俺はこういうことをしていて、こういうふうに社会貢献をしているんだよと、だから、僕の仕事はこうなんですみたいなことを子供に語れると、何が出てくるかっていうと、子供が愛着を持った、尊敬をできる人が作れるという結果になるんですね。これどういうことかっていうと、大人とかあるいは先輩とかでこういう風な人になりたいとか、この人を尊敬してるみたいなことが、できるということなんですよね。これがないとやっぱり人生の目標とか、ゴールとかに向かっていけない子供になりますし、このことを、英語ではアタッチメントって言って愛着行動ですね、こういう人になりたいと、いうのが、愛着行動なんですけど、例えば僕自身で言うと、もう小学校で野球を始めた時からイチロー選手のようになりたいというふうな思いがあってですね、イチローさんかっこいいなってずっと思っていたみたいなことですよね。こういうふうな人になりたい、こういう人を尊敬するっていうことが、お父さんが人生論を語ることで、子供も子供なりに、あ、俺もこういう人になりたいなっていう人物像を描けるようになるということなんですよね。なので、まあ、こういったところが、お父さんの役割かなということを感じていますし、この真っ当な日本人の育て方を読んで、そういうふうに感じました。なので、今日はですね、お伝えさせていただいたのは3つのポイントで、まず1つ目が、12歳までしっかり遊んであげると。ただ2つ目は、ただ友達ではないと、あくまでもしつけの一環であり、3つ目が、12歳を超えたら、お父さんのかっこいい人生論ですね、武勇伝を語ってあげるということに、尽きるのかなというふうに感じています。ということで、今日のテーマは、父親の役割ということについて話をさせていただきました。それでは素敵な一日をお過ごしください。野崎翔司でした。じゃあまたねー。